ップというところでは非常に、ね、前線脅威になるスピードと強さありますから、まあ、この辺をどうやって活かせるのかというところは注目したいですね。そうですね、スピードスターのマルシーニョが戻っています。桜井のユニフォーム、セレッソ大阪のキックオフで始まっています。大南から中に出します。うまいパスから脇坂、マルシーニョ、今度はマルシーニョのスピード、マイクマとのマッチアップ、スルーパス、エリソンが来た、左足のシュート、キムジンヒョン止めました。スピードアップするっていうところ、スペースを取るっていうのはうまいですね。そうですね、ここはニアクリック、トリーム、ここはマイクマ、いやマイクマだったか、チョンソンミョンキャッチです。前が空いている、ドリブルで運ぶ、左にカプシャーバ、右奥のレオセアダ、切り返して、ここに柴山がいた、右足のシュートだ、チョンソンリョン。そしてクイックでリスタート、立花だ、瀬古、山本裕樹、エリソン、エリソン前を向いた、エリソン左足のシュート、キムジンヒョンキャッチ。マイクマが出ます。左のカプシャーバ選手空いてましたけどね。そうですね、縦につけてレオセアラ、右足のシュート、チョンソンリョン、悔しがるレオセアラ。ルーカス・フェルナンデスの右足、ファーサイドヘッド、ためます。立花田に出して、ここは瀬古、大南、右足を振っていく、キム・ジンヒョン、いいシュートを打った大南、マイクマの足元に落ちてきて、ルーカス・フェルナンデス、芝山、奥野が走り出します、ルーカス・フェルナンデス、ルーカス・フェルナンデス、クロスを上げてくる、レオセアラ、いやー、うまかったですね、今、サイドの崩しも、意識、スペースを埋めるっていうところでも、非常に今のところ、うまくいってるとは思うので、その中でしっかりセカンドボール回収しながら、ショートカウンターであったり、自分たちの時間を作ってますよね。そうですね、ここはレオセアラ、右足だ、チョンソンリョン。ここで前半終了のホイッスルです。両チームよく攻めたんですが、共に無得点、0対0でハーフタイムへと入ろうとしています。佐々木、ロングヒード、ターゲット家永、マイクマ、カピシャーバ、レオセアラ、浮かせてバイシクルだ、アイディアのあるプレーでしたが、船木、うわ、いいカバー、そして上り里戻します。船木と上り里、この2人の絆が垣間見えました。マイクマからルーカス・フェルナンデス、逆サイド、ルーカス・フェルナンデス、ルーカス・フェルナンデス、カピシャーが乱した、クロスを上げてくる、レオセアラだ、またしても先制点はセレッソ、決めました。いやー、素晴らしいゴールですね。そうですね、レオセアラ3試合連続ゴール。直接なのか、ね、低い弾道、キム・ジンヒョンキャッチです。直接行きましたね、ブレカマのようなね、はい、中にベロンがもらいに行きます、ね、ここは縦につけて小林優からベロンのシュート、こぼれたところ、なんとかキム・ジンヒョンキャッチ。今のポジションを指示したキム・ジンヒョン、レオセアラターゲット、胸コントロール、シュートを打った、チョン・ソンミョンキャッチ。いや、すごいですね、一本ですよ、はい、ダイレクトプレーと、この3人目の動きはどうか、えぐってクロスを上げてくる、上り里抜けてきて瀬川、瀬川切り返して左足のシュート、キム・ジンヒョンキャッチ。山梨も詰めていました、ノーファール取った遠野、中2枚入っている、クロス、ここでゼヒカルドの右足、